鏡情報ですということで、生命判断講座の方やっておりますけど、現在ですね、こちらの方です。音霊誘導の方ね、音霊誘導力の方ね、ちょっと講座をやっておりますということで、今回ですね、手の音ですね、1、2、3角。カタカナだと三角。ひらがなでも三角。木星に属する音でございます。この音を聞き続けるとどうなるかっていうね、その音霊誘導の方ね、ちょっと見てみたいと思いますので、非常に活発で信頼感ある方が育ちます。当然ね、活発で信頼感、人からの信頼を得るのでね、成功、希望が、自分の希望が叶うっていうね、音でございます。明るい性格でございますですね。あとね、ここです。道理が合わないといけないタイプなんですよ。だから、見てて、ちょっとそれおかしいんじゃないって思った瞬間、気に入らないってなると。もう後に引けなくなるんですよ。これこうなのになんでそうなのみたいな。こういうタイプの毛の音が結構、の毛のつく方で、例えば、ケイさんであったり、ケイコさんであったり。気をつけてください。非常にね、優しくて思いやりがある方なんですけども、やっぱりこのような、この道理が合わないと、ああ、もうちょっと許せないっていうので、短気を起こしてしまう、起こしてしまって失敗したりするんで、そこを気をつけなきゃいけないかなっていう音でございます。ただね、やっぱりね、活発で信頼感がある、非常にね、責任感がある、道理が合わない、つまりきっちりきっちり物事を進めていきたい。こうって決めたらこうしなきゃいけないって思うね、正義感の強いタイプでございますから、やはりね、こう希望は叶いやすい。ただちょっとね、コミュニティ、消灯した時にちょっと非常にね、どちらも引かないタイプになるとちょっと困るかなっていうところがあるんで、気をつけていただきたいという宣伝をいたします。この講座でね、生命判断講座ということで、占ってほしいっていう人が見るよりも、自分が占いたいっていう人が見る講座になっておりますので、あ、私気だからそうなんだって、そういうの、なし。こういうふうなことも踏まえなきゃいけませんよって、占っていく上でね、こういうことも踏まえて占っていかなきゃいけないですよって、生命判断するとき、やっぱりね、自覚の画数を主に、これは南角だから大凶数であったり、これは南角だから大吉数であったり、こうなんですって説明する中で、この音も気をつけて盛り込んでいくっていう形が大事です。その画数だけじゃなくて、っていう、お話を今してる最中。これ、音霊誘導だけじゃなくて、後で、説明に入っていく五行五気も踏まえていかなきゃいけない。だから、画数の勉強、当然、字数の勉強ね、これは何画だっていう勉強もしていかなきゃいけないですし、その画数の勉強もしていかなきゃいけない。音霊誘導の、こともしなきゃいけない。五行五気のこともしなきゃいけない。それプラス、バランスってあるんですね。これまた後で出てくると思うんですけど、名字が、木下道言水の何に当たるのか、名前が木下道言水のどの性質に当たるのかの判断しながらやっていくっていうこともしない。結構ね、複雑でございます。ついてきてくださいね、皆さん。せっかく見てるんですから。ということで、今回ね、これちょっとノートに移していただいて、らいいかな。でも、ぼちぼち結構だんだん、そのね、この生命判断占いを、の講座を始めてから、だんだんこう書いていって、こうね、こう、どんどん積み重なってきてると思うんですけどもね、一冊のその資料になるようにちょっと頑張らさせていただいております。皆さんもこうやっていく中でずーっと積み重ねることによって自信がついていきます。そういえば、まさかみちゃんこんなこと言ってたよね、みたいな感じでね、人の占いね。それがプロになるかプロにならないかはまた別なんで、そこら辺でちょっと参考にしていただければいいかと思います。当然ね、これ、あくまでもまさかみ流の中のお話なんで、他流派でね、とても素晴らしい生命判断のものもあると思うんでね、うちのこの講座だけじゃなくて、どうなんでしょうね、他のも参考にした方がいいのかなと思ってます。自分もよくね、他流派さんの本を立ち読みしたりはします。なぜ買わないか。結構占いの本って高いんですよ。めっちゃ高いんですよ。なんかね、普通に10万とか20万とかするの結構並んでるんで、安い1000円とかね、1500円ならパッと買えるじゃないですか。結構ね、お高いの多いんですよね。ということで、参考になったでしょう。今回はね、音霊誘導、毛の音ですね。見てみました。それでは皆さんごきげんよう。